ちの父がオートバイの大会に草大会に行って出ている時に僕も、くっついていって三輪車トライアル国際A級スーパークラスゼッケン3番の野崎文隆です。よろしくお願いします。自転車とオートバイを使った形でいろんなテクニックなり僕のやってきたことを説明できれば、これから始めるもちろん大人の方でも役に立つテクニックが見つかるかもしれないので、そういった形で見ていただければと思います。オートバイに役立てようと思う段階のダニエルであれば平地でできれば十分かなと思います。こう縦回転だけじゃなくギュッギュッと漕いで足を戻すっていうテクニック、これが後にダニエルとかっていう技にも使えるものになってくるので、ちょっと覚えておくといいかなと思いますので、一応そのやり方を、これもありですね。はい、これで休む、それからバランス修正するってこともあります。ただこの時に減点を取られる危険性があるので、先ほどやったのはストップルールで走っていたセクションなので、ノンストップルールで走るとちょっと時間的に短く走れてしまう感じだったので、少し長めにセクションを作るようにして、走ったんですけど、でインの場所がちょっと変わって、その当時に自転車をまだ彼らがやってた頃に僕も自転車はやってたっていう形で、ブラック団の中でもバイクで走ってて、これ自転車だったらいけんのになって、それ未だに思うことありますね